VWX どうも、かけえもんです。よろしくお願いいたします。さあ、ということで最初のレースはマリオサーキットですね。さあ、行きましょう。スタート。さあ、まずはアイテムを獲得していかなきゃいけない。さあ、ということでございまして、よし、オッケー。さあ、まずアイテムを獲得していくよ。オッケー、ナイス、風。さあ、ということで、アイテムを獲得していかなきゃいけない。さあ、ということで、さあ、オッケー、さあ、獲得。さあね、今、前には2人いるから、まあ、ちょっとここをね、ちょっとどう対処していくか、まあ、ポイントになる。まあ、ここはちょっとアイテム効果なし。さあ、コインを、まあ、6枚まで貯めることに成功した。さあ、どこで投げるかが本当に重要なんだよね。じゃあ、ここ、アイテム投げるか。オッケー。オッケー、グラッチェ。さあ、当てた。さあ、これ、今1位だよ。オッケー、いいんじゃね。さあ、ここは耐えられればいける。さあ、ここはあえてね、キノコ使わないでおきますね。オッケーで、ここで使う。さあ、うわー、ちょっとミスったかもしれません。まあ、だけど、まあ、ここはちょっと、まあ、このままでいいんじゃないか。オッケー、オッケー。さあ、これでね、オッケー、今、コインは7枚。さあ、ここで逆転されないようにすれば、まあ、高順位が期待できる。まあ、ここはまず、まあ、ここですね。で、赤ゴーラ投げたいんですが、今、前2人が使っちまってるから、ちょっとこれはまずい。ちょっと投げてもらわないと困るな。よし、OK。さあ、これは逆転できればいけると思うんが。OK、当たり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 。あー、2。まあまあまあ、最終したらめっちゃいいレース。OK、ベリグです。はい、ということで第2レースはスカイガーデンです。スタート。さあ、ということでまずアイテムを獲得していかなきゃいけません。まあ、ちょっとここはね、ちょっと慎重に行こうか。さあ、ここはね、あえてコイン使います。 OK で、これでコインが6枚。 OK、 これいいよ、これいいよ、6枚。うわー、ちょっとミスった。まあ、でも大丈夫大丈夫。 OKOK、 当ててる当ててる。 OK、 ベリグじゃねー。うわー、最悪やん。本当に勘弁してほしい。お、危ね。さあ、ということでアイテムを回収していく。 OK。 さあ、ということでまずアイテムを回収していきます。さあ、ということで OK。 さあ、ここダブル使っていく。 OK、 いいんじゃないか。まあ、ここテレサを使いたいんだが、まあ、どこで使うかだな。まあ、使うとしたら、まあ、ここ。 OK、 2周目。 OK、 さあ、このアイテムの顔を換気。まあ、ここでかいんじゃない。 OK、 いいよ。 OK、 さあ、ここダッシュ。さあ、ここでダッシュポイント。さあ、そしてね、何のアイテムが来るかにポイント。 OK、 キラー。 OK、 使う。さあ、雷降って。 OK、 いけんじゃないか、これ。いけるよ、いける、いける。さあ、ここ使って OK、 ダッシュ盤乗りまして。いやー、まあ、ちょっとこれ、ちょっとこれはきついかもしんねえな。 OK、 次のアイテムで結構決まるんじゃねえか。 OK、 さあ、まずここのコインを、あ、やべ、ミスった。うわー、ごめんなさい。 OK、 行くしかない。さあ、ここね、もう何個か使うんだよな。ここはちょっとまだ使わないでいきます。 OK、 OK、 ギリかわした。オッケー、さあ、ここで、まあ、まず逆転していく。オッケー、いいんじゃないか。オッケー、よし、オッケー、このかわしはでかい、このかわしはでかい。さあ、お、よっしゃ、チャンス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 。オッケー、チャンスだぞ。オッケー、チャンス、チャンスだ。このチャンス取らざるを得ねえ。オッケー、さあ、いけ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 、ここいけるぞ、いけ、いけるぞ。うわー、ちょっと待って、うわー、いけると思ったのにな。6位、微妙な順位だった。くそー。はい、ということで第3レースはミュージックパークです。いけるよ。さあ、ここ勝負スタート。さあ、ということでアイテムを獲得していきたいのですが、今回のプレイヤーネーム、大志くんクールということでございまして、中川大志さん、
かっこいいですよね。なんか僕が見た作品だと中川大志さんの作品は、オールドルーキーと、もう一つがなんとかオンパレードっていう、なんかあの橋本環奈さん吉沢亮さんがダブル主演したあのクリスマスの、あ、ブラックナイトパレードだ、そう、その作品見させてもらって、すごいかっこいいなと思いながら見てました。本当にね、かっこいいと思いますんで、またもう今年ね、まだ地上波の作品とか映画とかまだ見てないんですけど、見たい、早く見たいなって思いながら今日も頑張っていきたいなと思います。さあということで、まずアイテムを獲得していく。 OK、 さあここちょっと投げていく。まあかわせんな、まあ、うわ待って、ミスった。うわーちょっと待って、いやー毎日15分でもいじったんだから少しは上手くなってるはず。 OK、 1日15分いじってるからね。さあここもう結果出さないと、もう何してんだってなっちゃうから、いや今もなってるかもしれないけど、よし OK。 さあ、うわーちょっと待ってくれよー、勘弁。 OK、 さあここダブル取れたのでいいんじゃない、このダブル取れたのでいいんじゃないか。OK、 さあまずはここ使って、よし OK。さあ抜かすよ、 OK。 さあここ抜かしまして、 OK。 さあいける。さああとはここから逆転できればいける。 OK。 さあここはもうまずはドリフトに注力する。そしてまあここ使うね、 OK。 あえてここ使うよ、あえてここで使った、意味ある、きっとある。わあ待って、わあシングしか取れなかった。オッケーオッケー、さあここ逆転できる、まだいける。オッケー、シングルしか出ないかな、まあでもシングルでもいい。わあ3位か、まあでもいいんじゃないか。オッケー、めっちゃいい、高順位今来てる来てる。はい、ということで第4レースはレインボーロードです。スタートー。さあということで、まずアイテムを獲得していかなきゃいけないんだけど、今回7人しかいないから、まあちょっとね、少しのミスがね、もちろんレートが落ちたり順位の下がる原因になってしまいますので、まあ逆転しやすいのか、まあしにくいのか分かりませんけど。うわー待って、ミスった、投げの、あーちょっと待って、いやーこのミスはやばいぞ、うわーやばい、やるしない。さあまずはアイテムを回収していく。オッケー、さあプレイ中止を、そうだな、ちょっとここちょっと練習した方がいいかもな。さあということで、アイテムを回収していくのと、まあ、まずはねここオッケーオッケー、このアイテム取れたらでかいんだけど、オッケーオッケー、アイテム取った、オッケー、これで2周目だ。オッケー、今最下位だけどまだ逆転全然できるからね。オッケーオッケー、ここ4人、今4人、4人なのはいい。オッケー、さあここね、あえてこれにしているのは理由がある。さあここで、はい、クルーにしていきます。オッケー、いいんじゃないか。うわー防御か、まあ防御でも嬉しいけど、ちょっとここはアタック要因が欲しい。あえてここ投げます。オッケー、あえてここ下行く、まあこれはきっと意味があります。オッケー、オッケー、このこれはでかいんじゃないか。オッケー、ここでかい、オッケー行くぞ。オッケーオッケー、さあ相手が結構近くにいるからここ行きたい、勝負行くよ。はい、まずこの、はい、まず赤回収、投げる。さあまず1回投げる、どうだろう、もう1回投げる。オッケー来た、オッケー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 、さああとはオッケー、あとはしくじらなきゃいける。オッケー、このままいけるぞ。オッケー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 、よっしゃー1位、よっしゃー